こんにちは、エミクラレットの尾崎ですね。インスタグラムについてちょっと話していこうと思うんですけど、インスタグラムの、よく皆さん髪型とか髪色とか、見ると思うんですけど、そこにブリーチありなしっていうワードをよく見ると思うんですね。で、この話なんですけれども、ブリーチありなし、この表記文章っていうのは正直、僕もたまに書くんですけど、あれあまり当てにならないです。で、これなぜかっていうとですね、例えばブリーチをこう、じゃあありって書いてるとするじゃないですか。で、その髪色が作れてるっていう風に書いてると思うんですけど、じゃあそのブリーチをした人っていうのはもともとある程度明るい髪色の人なのか、真っ黒の人なのか、ちょっと明るい人なのか、僕みたいな人なのか、これによって全然変わってくるんですよ。外ブリーチした時のベースが。なので、一回ブリーチでできますって書いてあったりとかすると思うんですけど、これもうほとんど当てにならないですね。で、あとはブリーチ、2回してますっていうふうに書いてあると思うんですけど、これもですね、やっぱりこのベースから明るく2回したのか、真っ黒の髪が硬い人が明るく2回染めたのか、細い人が染めたのか、やっぱこうベースがどんな状態でどういう髪質でっていうのがないと、やっぱりそういう情報っていうのも当てにならないんですね。で、あとブリーチなしでこの色が作れてますっていうのも、これも一番ややこしいんですけど、ブリーチを確かにしてないけど、その人が例えば何十回とアッシュでグレージュで染めてる人、例えばカラー剤で明るいトーンって12トーンとか15トーンとかであるんですけど、そのトーンで何度も何度も重ねて染めてる人は、確かに1回ブリーチしなくても色味だけ入れれば綺麗に透明感のある色は染まるんですよ。だからこれはブリーチなしっていう風に書かれてしまうと。でも、例えば染めて間もない人とか、あんまり3回しか染めてない人とか、ずっとピンク系で染めた人とかっていうのは、ブリーチなしでその色には絶対ならないんですね。なので、ブリーチなしっていう情報もちょっとあんまり当てにならないです。だから何を参考にしたらいいのかっていう話になってくると思うんですけど、僕がおすすめなのは、雰囲気です。こういう雰囲気にしたいっていう、こういう風にしたいというよりは、こういう色の雰囲気で見た方がいいです。具体的にはもう絶対にこれは美容師さんに聞くべきなんですね。で、たまに美容師さんにこの色にしたいって見せて、あ、これブリーチしてるんで無理っすねっていうだけで終わらされたっていう人とかね、聞くんですけど、そういう人はね、もう絶対そういう美容院行かない方がいいです。ちゃんとした美容師だったら、僕も気をつけてるんですけど、ちゃんとした人だったら必ずその色にするにはどういう風にしたらいいのかっていうのと、あとはその日にできる髪色っていうのを必ず提案してくれると思うんですよ。もちろん皆さんもね、この髪色にしたいと思ってなると思って、例えばブリーチなしって書いてあるからできるなと思って行ったら、これ何回か染めないとできないですねとか、ブリーチしないとできないですねって言われてしまうこともあると思うんですけど、なのでそこでね、インスタの情報っていうのを鵜呑みにしてしまうと、やっぱショック受けちゃったりとか、なんかこの美容院嫌だなって、美容師さんのことあるかなって思っちゃうかもしれないんで、それはねまずいんですよ。だからまずインスタのそのブリーチありな情報っていうのはもうほとんど見ない方がいいと思います。僕はブリーチ1回してます、2回してますっていうのは、もう本当にこれ髪質によって全然違うので、1回した時と2回した時と、髪の毛が硬い人なのか柔らかい人なのか、細めなのか、太めなのかとかね、染まりやすいのか染まりにくいのかとか、もう本当にそういうのって関係あるんですよ。カラーの履歴、もうベースがカラーっていうのは全てなので、例えばすっごいもう何回もアッシュで染めてて、僕は明るすぎですけど、もうちょっと暗いぐらいの透明感のもともとあって、染まりやすくて髪が薄い髪がもともとこうアッシュっぽい人がね、ご来店してきて、ちょっと柔らかいグレージュにしたいです、これめっちゃ簡単なんですよ、すぐ染まるんですけど、髪が硬くて太くて、何回も染めてるけどちょっとオレンジに抜けやすい、こういう人がちょっとグレージュに柔らかい色にしたいんですっていうのは、1回じゃなかなかできないんですね。この差があるので、まずはやっぱりそのインスタグラムのブリーチありなし情報を鵜呑みにするのではなくて、自分の髪質ベースがどんな今状態なのか、その色にするためには何が必要なのかっていうアドバイスを美容師さんに聞きに行くっていうスタンスの方が一番いいと思います。そして美容院で髪色は絶対に決めるべきです。もちろんやりたい髪色をピックアップして持っていく雰囲気もね、あくまでも雰囲気です。それになると思っていかずに、雰囲気をイメージしてそれを持っていって、で美容師さんと相談してアドバイスを受けながら決める、これが一番早く手っ取り早く多分終わります。カウンセリングも美容師、僕たちからとってもお客様にとっても一番伝えやすいと思うんですね。もちろんできないって言われたらね、すごいショックだと思うんですよ。この髪色できませんと、
でもでその髪色にやっぱり僕らもしてあげたいので、そのためには最短でどういう風に染めていけばなるのか、もちろんその日にねブリーチをすることもありますし、ブリーチなしで染めることもあります。一番最適な状態、最適な、施術っていうのを提案するわけなんですよ。髪の毛がね、1回のブリーチだと抜けにくい人とかいるんですよ。そういう人に無理やりブリーチして、ちょっとオレンジっぽくなってるところから濃いめのアッシュっていうのを無理やり入れて赤みを取ったにしても、すぐ黄色くなったり赤くなったりするんですよ。まあそれよりは1回目のブリーチを進めないで、ある程度アッシュとかで明るくトーンを持ってきてから、そこでまあブリーチを進めるとか、まあそういうやっぱプランがね、もちろん美容師さんによってそれはバラバラなんですけど、があると思うので、やっぱりそのインスタグラムの情報っていうのはね、すごく髪色今たくさん載ってると思うんですよ。後ろ姿とかね、バーって載ってると思うんですけど、まあ、あくまでもあれは参考、雰囲気を見る程度にした方がいいかなと思います。やっぱりみんな髪質も違いますし、まあさっきも言いましたけど、履歴も全然違うんですね。カラー何十回した人もいれば、まだ数回しかしてない人、もいると思うので、さすがにそこまで書いてないと思うんですよ。この人は過去にカラーを何十回しましたとかね、アッシュで何回も染めましたとか、そこまでは書いてないと思うので、やっぱりね、僕らもね、それ責任あると思うんですよ。これブリーチありです、なしですって簡単に書くの、まあ、つい書いちゃうんですけどね。その時確かにブリーチしてなかったらなしですって書いちゃったりするんですけど、やっぱりね、分かりづらいっていうのがあると思うので、真実はまあそれをね、自分の髪質に照らし合わせて美容師さんにアドバイスをもらってから、一緒に綺麗な髪色にしていくと、それがまあ一番ね、僕たちにとってもお客様にとってもベストだと思います。まあ傷まない方法でやっぱり染めてあげたいっていうのもありますし、なるべく無駄にブリーチをしないようにするとか、そういった方法で無駄にまあコストもそうですし、ダメージもそうですし、を与えないっていうのも大切だと思うので、まあそこもね、ぜひちょっとこういった情報もね、参考にしてもらえると嬉しいなと思います。まあ、ちょっと次にね、語ろうと思ってるのがですね、シャンプーのお話ですね。これもまたインスタグラムの情報なんですけど、シャンプーの口コミも、正直やっぱ当てにならないなっていう話もちょっとしていこうかなと思います。それでは